アプリオは、かつて日産自動車が、メキシコで販売していた小型セダン。なお、このコーデは、南アフリカ共和国で販売される、ピックアップトラックの NP200 についても記す。2007年7月13日、メキシコで発売開始。ルノーからの OEM 供給車種で、ベースはダチアロガンである。ブラジルのクリチバ工場からの輸入となる。フロントグリルが、 日産のファミリーカーに共通するデザインになっていることがベース車との主な相違点である。エンジンは K4M 型時価 41.6L のみ。アプリオは2010年8月頃に販売中止となった。シフトワードはシフトザアンサーであった。南アフリカ共和国で1400バッキーの後継車種として2008年9月29日に発表され、 10月1日に発売されたピックアップトラックである。ベースはロガンピックアップ。ベース車との相違点としてアプリオと同じフロントグリルが装着されており、またホイールカーバーやカラードバンパーが採用されている。日産 g t 2 0 1 2期間中に発売が予定されている LCV の第一弾として投入され、南アフリカ日産自動車会社車両を組み立て工場で 生産される。2009年にはマイナーチェンジが行われ、フロントバンパーの形状が変更され、フロントグリルは日産の RV 系車種に共通する3、分割デザインとなった。また、K4M 型 1.6L と K9K 型 1.5L ディーゼルエンジンが新たに搭載された。シフトワードは先代の1400バッキーと同じ、シフトフリーダムであり、 先代モデルである1400バッキーは在庫終了まで、販売が継続された。ありがとうございます。